日高線運輸営業所は北海道旅客鉄道の組織であり、日高本線を管理する部署である。運転士、車両も所属している。事務所は北海道苫小牧市の苫小牧駅構内にある。所属略号は日。それまで日高本線の運営は本社鉄道事業本部直轄により行われ、経営改善のモデル線区として新型車両の導入や、 ワンマン化などを行ってきたが、地域に密着した弾力的かつ機能的な運営を行うために、本社からダイヤ設定、施設の保守、予算の執行などについて、権限を委譲するために設立されたものである。これは、JR 北海道では、初の試みとなった。この試みは、JR 北海道内の分割、民営化であるともいえ、地元新聞社は、沿線では、 ギリギリまで説明がなかったのはおかしいと不安が広がっており、配線への第一歩ではないか、などと批判的に報じた。本営業所の特徴は、鉄道とバスの一貫輸送を実現すべく、自動車部門の現業機関である、様似自動車営業所も参加に組み込んだことであったが、JR、北海道バスへの分社化により直轄組織から外れている。 本営業所は2010年まで同社の安全管理規定の体制図に記載されていたが、翌年からは記載されなくなった。以後、JR 北海道ホームページに本営業所の記載は一切見受けられない。なお、沿線自治体が作成する国民保護計画には、現在も一部自治体において本営業所の記載が見られる。過去の所属者、ありがとうございます。